はい、どうも皆さん、お疲れ様です。モンスターハンターライズ、今回は前回の続きからやっていきたいと思います。集会所の進行がね、結構頑張っておりまして、ハンターランク20、いきましたので、新しいクエストが追加されました。古の原型ということで、緊急クエスト、なんと相手は懐かしの大名槌が相手ですね。まさかね、まあいよいよ、まあ、古竜が出てくるであろうと思っておりましたので、まあ、なんとなくはね、想像ついてたんですけど、まさか、古竜がね、ここで出てくるかと、びっくりなんですけど、まあ、古竜が相手なんで、まあ、アイテム的にも、罠は使えないですし、まあ、そのあたり強さ的にはどうなるかなっていうところがすごくワクワクしてるんですけども、頑張っていきたいなと。思いますよ。もうね、防具強化したりとかね、シルクね、お金がどんどんないんですよね。で、今回から装備がちょっと変わってます。一応ね、カガシとジャナフの組み合わせではあるんですけども、スキルの方がちょっと変わりました。こんな感じですね。今まで心眼レベル3つけてたんですけど、あんまりちょっとなんかこれからの相手に対して有効性がちょっと、火力がちょっと足んないなと思ったので、まあ、ジャナフの、装備を1個追加して、攻撃順も1個作って、攻撃レベル5、見切り3、ケオジス3、早食い3、満足度3、この辺は好きな、ね、スキルをつけておいて、弱点特攻もレベル2にしてあります。あとは心眼と体術と、漏れるだけの、スキルを持っていけると。そういう感じでね、今回やっていきたいなと思いますんで、一生懸命ね、やっていきたいと思います。久しぶりのね、古竜ですね。いや、大名槌は僕は多分、モンスターハンターシリーズは多分、十何年ぶりにやり合う相手なんじゃないかな。後部の旧跡こそ恐ると大役非道の願い者立ち去れ。ここは鎮護の防病男よの教育なれば。リクエストは私の神聖クレイムが過ぎれば霞に隠しず。うわ、懐かしい七づちですか。消えるからね。いや、やり合うのはほんと何十年ぶりだろうな。いや、それぐらいですね。まあ楽しみですね。やってやりますよ。さて、やつの姿は見えないからな。どうやってやつを、姿を捉えるかっていうところですかね。なんか角かなんか破壊するとなんか隠れられなくなるみたいな感じのやつなかったっけ。順調だな。そんなことはなかったっけ。もう全然わかんない。攻撃パターンも覚えてないですね。毒使ってきたかなぐらいしか覚えてないんで。しかもちょっと名打ち硬かった気がするんだよな。それなりに確か硬かった気がしますね。同じフィールドにいるのがナルガとジャナフか。まあ、ナルガとジャナフを操ってやるしかない。おい、イルちゃん、消えてないじゃん。消えてないよ。まだ非戦闘状態か。まあいいだろう。久しぶりだな、名づちを。さあ、し合おうぜ。え、消えた。いや、これわかんないぞ、マジで。パターンが分からん。まずはダウンを取りたいところだが、結構何回か消えんだな。
知るな。おお、なんだそのブレス。前足やりたいな。なるか。俺はナルガを使うしかねえな。さあ行くぜ、見せてやれ人流の力を。スピード勝負だったらナルガの方が分があるだろう。よし、ほら、よし、行くぜ。やってくれ、ナルガやれ。いいよ。メガにダメージ与えたら落とし物を拾っていこう。コリューの地。あ、よしよしよし。このままスタンまで行きたい。謎地のこの特性上あれなんだよな。頭が叩きづらい。なんだ。おい、あー、なになになに。おお。これは猛毒だろこれ。近づけないじゃないか。いい。やばいやばい。うわ、猛毒だ。これは厄介だね。なんだ。知らないモーションは嫌だよ。より見えない。痛い、嫌いだぜ、なずちはよ。人工コリューを操るなずちのせいで人工が霞がかってやる。結構でもダウンは取りやすい相手だと思うんだよな。行くぞ、常に冷静に。でも言うてコリューだからね。だ、霞がかって何も見えなくなっちゃった。なんか尻尾も切れたよな、確か。なんだ、消えたな。反対側だな。大抵消えると反対側に。おい、だい見えませんよ。強い、重い攻撃が。やってくれジャラフ、やってくれ。これでナズチでジャラフを突破して、オッケー、完璧だ。さらにジャラフを使ってさらなる攻撃をこいつに加えてやるぜ。見せてやるぜ。トルクだな、トルクはこいつもあるからな。よし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 、いけー、やれやれじゃなく、よし。3まで行きたいな。よし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 、これで尻尾叩けるぞ。尻尾叩けねー。攻め、でも汚い汚い。危ねえ危ねえ。よし、疲れてる。
消えるか。かけた。危ない最大攻撃みたいな。こっちだねこいつは。それ、まあ、トリッキーさが売りの古竜だからな。火力というよりかはそういう感じのタイプだからな。ちょっと気をつけないと。まあいいだろう。さて第2ラウンドといくぜ。俺はどうしたらいいのかな。危ない。キャッチいいよ。なるほど。確かにナズチ懐かしいな。ナズチアイテム取ってくるから。なるほど。ナズチが取ることによってナズチ自身も効果があると。切断したいとか。ぶった切ってやったぜ。あとは頭だ。まあこれをどうするかだな。ほら仕掛けてくるぞ。わーいた
やばすぎるマジ。汚い。なかなかだな。逃げてこ。追跡に移る。行くぞ。なかなか厄介だな、やっぱナズチはな。あんまり好きなモンスターじゃないのは確かだな。誰がよ。ナズチがいるってことは固有系は何が出てくるかなっていうところを今僕は予想してるんですけど。仕掛けてくるぞ。この調子で狭いな。分からん。汚い。あ、ラストが一発が当たんない。また逃げてます。いやー厳しいねこれね。結構ね、常に冷静に。結構きつい戦闘になってんな。古竜だから生地体力もすげえあるしな。まあいいだろう。まあまあそれなりにダメージは結構与えてると思うから。いた。この猛毒になってんのが厄介だな、ナズチの。こんな毒頻繁にするタイプだった。いや、霊力薬なくなっちゃうよ俺。
ぱいで戦闘するのまずい。むら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 。わらはざくみたいな、消費体制じゃないけどさ、そういうのがないときついかもしんねえな、俺。おいとー誰がよ、やってやるぜこの野郎。助かったぞ、警戒しろ。いやい、痛いです。モーションがわからん、マジで。マジでよ。やばい。危うい。危うい。危うかったぜ今のよ。そこだ。よ、あ、酔ってる酔ってる酔ってる。酔ってるやん。よしよし。あ、なるかとバッティングするんじゃない？なるかもう一回送流できないかな？やれやれ、なるかやれやれ、いいぞいいぞいいぞ、やつをやれ。あ、倒した倒した、やった。ちょっと剥ぎ取りさせて、剥ぎ取りさせて。よし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 、いやー、やってやりましたわ。来るぞ。よし、なんか落とし物持ち。よし、やってやりましたわ。のこととか、よし、こうやってみるとな、土もでかいですねとてもじゃないが古竜とは思えない姿だいやでもなかなかの相手だった。さあ何が出るかな。いいね、高装飾チケット。20分で倒せるんだったらまだいいですね。まあ一回も死ななかったっていうのはでかいな。まあ、攻撃モーションをちょっと知ってたっていうのがでかいかな。今までの名づちの動きのイメージがあるからね。やりました。やっとるか。そんじゃん、ごきげんよう。うん、わあ、
またどうぞ。30まで解放されました。はい、また30に開けると次何かが出てくるってことですね。わかりました。はい、というわけで、皆さんね、ご視聴いただきましてありがとうございました。ちょっと名づちの防具とか多分出てると思うんで、ちょっと見に行ってきましょうか。それ見たら終わりにしようかな。なんだ、どうする、これか。あー、はいはい、心眼、これはなんだ、人玉取りの効果を、あー、なるほどね、毒の効果を高める。あー、毒属性使うんだったらこれめちゃめちゃいいですね。弾道強化とかも入ってるから、あー、なるほどね。何時間とも使うのか、鍛えるか。あー、まあなんか毒系だと武器で、タチどうする。あー、でもタチはあるんだ。へえー、作るか、鍛えるか。ありますね、あるかな。はいはい、毒属性系ですよ。片手剣にはないのかな。なるほど。はい、というわけで皆さんね、ご視聴いただきましてありがとうございました。次回はね、またハンターランクを30に上げた段階で、緊急クエストを迎えたいなと思っておりますので、楽しみにしておいてください。というわけで皆さん、ご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。